紳士淑女の皆々様、ごきげんよう。ハリガネットワークへようこそ。ハリガネマガルです。リターンオブゼオブラディン続きからやっていきましょう。さてと、海の兵たち、すべてページを解放することができましたね。まあ、まだ分かっていないこともちまちまあるんですけれども。このカニちゃんはね、なんでしょうね。まあ、豊洲市場にでも出荷するつもりだったけれども、このオブラディン号の皆さんは、あえなく、航路の途中で命を落としてしまったと。さてと、この倉庫後半、これをもっといろいろ見ていかないといけませんね。あ、で、ちょっと動画見直したのよ。で、こんぐらいね、こんぐらい、今ぐらいの、チラッチラッ、こんぐらいのね、レベルで手出てたんですけどね。コメントで、ん?今のは?おや?みたいな感じがありまして、コメント、誠にありがとうございます。気づく一助になりました。それではこれ、見ていきましょう。なんだろう?樽の中に入ってるの?何が?みっしりと入っている。何かを見ていこう。メメンツ、モーテン。あげろ。何か重いものはあげておろす。褒めてからけなす。音聞け。なんだなんだなんだ。これはああ。そうか、死因になってしまったのか。どうなった。あれ。これはああもしや。ラズリンで、ああ、デンマーク野郎だ。こいつはピーターズだな。いやー、そういうことですか。これは最初のページの方ですね。ああ、中尾さん。中尾さんと、はい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 。ラウホクセン。そうか、ずっとここを門番してるのね。はい、そして、これはインド人の誰かだね。他にもいるな。おっと出てきた。こいつは事故か。崩れた積み荷、ま、あのデンマーク野郎に殺されたって言って、だからあれは事故だって言ってるだろうって言ってたもんね。自由を求め積み荷に紛れて船内に潜り込んだ身元不明の密航者は落下した樽の中で圧死した。嘘。あ、違う人?え、死んだのはピーターズじゃないの?どういう?見ようか。あ、これはなんか。上腕二頭筋をすごいパーフェクトボディしてるけど、あ、インド人の人ね。12人もいた?あ、おお。推定ドイツ人、五大老の一人。ああ、他に何かパッとわかるような。上行きてえな。上の階行きてえな。他は?あれ?これがラーズリンで。あっちは?これラーズリンで。他には誰かいませんか?いるね、いるね。誰だ?誰だ?誰だ?わかんねえ。ちょっとジャックマンヒューっぽいな。で?他はもう見れないかな?じゃ、とりあえず、この。密航者が死んだってことだもんね。これだよね。ここに詰まった密航者がそのまま死んじゃってたっていうことになるのか。じゃあどうとも取れんな。このページは無駄ではないか。あ、誰だこれ。この方。ああ、この人は初めて見ますね。はじめじいちゃんと賭博かな?やってるね。ここら辺は大体広範囲かな。
ああ、いるいるいる。あれ、ああ、いる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 。ああ、でもなんか、ハイライトできないか？うわ、遠くて。いるのはわかるが、誰かは。見れないか。くそ。じゃあ、ちょっとアクション起こそうか。今んとこ、なんともしようがないもんね。まあ、そうだよね。ピーターズだよね。ネイサン・ピーターズの兄だっけ？これ。では、じゃあこれって、詰まったまんま、中に入ったまんま、安置されてるってことかな、これ。誰にも知られることがなく。いや、でもなんかこういうのが、後々かかってきたりとかするんじゃないか？待て待てーい。あ、そっち？待って、あ、そっち？あそこ？え、ここ？はい、それでは兄さんピーターズね、姉さんピーターズの兄さんピーターズ、コミソン1、アグラ最下交換、ダヘの下、待て、ダメだ、危ない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 、あーだ、一緒だよね、シーン的には一緒ですね。で、あとセリフか。セリフぬんで、ちょっと判断しましょうね。あれ？あれ？今のセリフは見れないかな？そっか。あとか。じゃあ、他になんか、この状況的に一瞬でも変わったものはないか？まあ、ないよな。奥に行ける？この扉が出ていくための扉なのね。いつもガッチャンコって音がするやつ。この人ってどうやって特定したらいいだろうな。まあ、後々出てくることを期待しよう。崩れた罪、その1。こいつは、オトピーの兄ピーでしょ？だから、だから、サミュエル・ピーターズ。姉さん・ピーターズの兄さん・ピーターズはサミュエル・ピーターズ。はい、こいつ。安否の情報。ここを決めるために、ちょっとセリフをね、確認しないとね。運ぶぞ、道開けろ。これはピーターズじゃないね。最下後半、だがら、打兵の下へ。下ろせ。了解。待て、ダメだ。危ない。戦争に落ちる。上の最下後半で、下ろすはずの荷物が、無事と言って、ドンと落ちた。っていうことになるのかな。まあ、事故だね。この前の、その1よりさらに前なんてないもんね。でも事故だよ、これ。これでね、ラーズリンデがナイフでも持ってりゃわかるけどね。事故死。あれ？圧殺か。ああ、圧殺か。荷物に圧殺と。そういうことか。ああ、びっくりした。事故、誰？まあ、サミューピーだよね。サミューピーと、あ、ニコピーだった。ウィンピー。やったー。ニコピー、わかったー。よかったー。いやー、わしずに続いてニコピーよ。お主もなかなか私を責めさえなんでくれたの。よし、これで一つ稼が取れたね。他に今この状況じゃないと決められんぜとか、もう推測だ、こんなん推測だなんてやつはいないかな。
いやー、でもその1は完璧にもう悪意のないただの事故、そして不幸な事故。かわいそう、密航者の。これ密航者の死は、これが落ちた段階ですぐ分かったのかな？それとももうぎっしりのまんまだったのかな？もう本当そうだとしたらただただ不憫。私だけでもご冥福をお祈りしておきましょう。このオブラディン号で犠牲になったすべての人間たちに。黙祷。1分後。よし、これで終わり。さて、赤ちゃんこ、その1。転落事故が起こりまして、ラウホク船はここで門番をしていたということが、ここでね、確認できたね。じゃあ、ここでバシッと決められそうな情報的に、もうないね。彼もなんか服装とかで匂わしてくれたり、番号とか、ないかな。ないな。名札ない？名札。名札。あ、胸元が。失礼しました。さてと。他に、この倉庫後半で見てないものあるかな？崩れた積み、すべてを解放しました。はい、OK。ここはなんかやっぱ序盤だぜっていう風な入り方だから、あまりなんかね、ドラマティックな感じじゃないね。さて、他に見逃さないようにね。これいろいろ見ていこう。お、なんだこれ。すげえ、がっちりロックしてんね。これはなんだ？このさらに先。船尾倉庫。船尾倉庫がすっげえ鍵閉まってんな。なんだろこれ。開けられんかい？さすがに無理か。何かで開くの？お？このトゲは？敵のやつじゃん。どこ？こっからも入らんとしていたのか、もしかして。わあ、だとしたらマジですげえな。海底から攻め込んできたってこと？やはりもうどんどんあのカニに乗ってたやつが人がましくないっていうか、アシーじゃない。これもアシーだよ。これは多分このトゲに何か関わってるんだろうな。よし、それではこのアシーをメメンツモーテン。デレン。キープレッシャー here。止血を。そいつを抑えろ。気は確かか？ 20 年間私は司厨司として真面目に勤めていたのに、これは何の真似だ。その怪物は呪われている。海に返さないと全員死にます。拘束して船尾倉庫に入れておけ。その化け物もだ。頭を冷やさせる。おい、誰だ？ジョン。右足はどこだ？右足？あ、なんかちょっと一風変わった BGM。あ、ちょっと間抜けっぽい。誰誰だ、あれ。こいつは四中手だね。いやー、初めてですね。もしかしたらこいつが。ウィリアム。船長だよね。ロバートだ。ウィッテレル、ウィッテレル。じゃあ、こいつは船長付き支柱して間違いないな。で、あ、おい、鷲津。あ、じゃあ、この人は、船員さんだね。で、こいつは。おそらく、福耳ズンギサーティ、推定ズンギサーティ。こいつが襲いかかってきたってこと？ホム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 。
新しいページだ。5章、呪われた獲物。うわー、こっからまたもや何か不思議なものがいっぱい出てくるんだろうな。正気を失ってしまったのか。少なくともこの人物の名前は船長月日中主フィリップ・ダールだ。安否はちょっとこのセリフとかでわかるかな。その怪物は呪われている。海に返さないと全員死ぬ。拘束して船尾倉庫に入れておけ。なぜわからない。大丈夫だジョン、これなら大したことは。右足はどこだ。まずジョンの名前を探しましょう。ジョン・デイビーズ。ジョン・デイビーズ。大丈夫だ、ジョンっていうふうに、ジョンに語りかけている。ということは、ここにいる、より、ロバート・ウィッテレルと同じぐらい偉そうなやつ。大丈夫だ、ジョン。こいつことか？違うよね。他にもジョンがいるってこと？ジョン・デイビーズではなく、じゃあ違うね。ジョン・ネープルズ？ジョン・ネープルズとこの四等航海士のジョンぐらいしか、ジョンはいないね。ジョンはいないね。まず右足がなくなっておる。大丈夫だジョン。他にジョンジョンしてる。はあ、上にもいるね。はーい、びっくりした。なんか運んでる。あれ、あ、なんか運んでる。え、あれ、え、え、お、ちょっと待て、これは、あ、下ろしてる。違うよな。あ、下ろしてるね。え、ちょっと待て、いろいろ情報がドアに入ってきてないぞ。ジョン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 っぽいの。ジョンっぽいの。あいつはホッサン、ボブっぽ。え？この人が強行に及んだってことだもんね。ジョンっぽいの？ジョンっぽいのってどこよ？さあ、シャルルでしょ？ワンタンスリーキルの船長。5章だもんね。5章。5章だということを忘れるなよ。血も滴っておる。上も、上の情報も、ちょっと、もじゃじゃと、画家さん。パーフェクトヒューマン。そして、たいすけくん。はい、おや？アブラハムか。インドの、誰か。はい、これもう、こいつがアブラハムか。これは、タンか。戦勝助手と戦勝。で、何か、はじめじいちゃん。もう来た。こいつ、ラーズリンでデンマーク野郎。中尾さん。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。殺人。これで、小舟に荷物を乗せて、いざ発進せんとしていたよね。それで、4の出現があってからの今、
荷物を回収し直したってことだな。ほう、なるほど。じゃあ右足はどこだって言ってたから、やっぱ下の人で間違いはないだろうね。でジョンと話しかけているのは誰で、ジョンはどこ。でも広範囲としてジョンという可能性があるのこいつか。こいつぐらいきゃねえよな。まずこれをどうにか敵、これをどうにか当てたいね。まずまずですよ。まずあら見れない。これは船長付き中主フィリップ・ダールで間違いないが、剣による殺害という形でいいのかな。片刃の剣、サーベルのようなものでね、カトラスみたいなものでザッとやられてたもんね。足が引きちぎれてたってのは、そんなすごいマッシブな感じじゃなかったけどね。いや、これはこの事件はなかなかに難しいぞ。引きちぎられているかのようでもあるが、骨見えちゃってるもんね。そして足は、足あっちだったもんね。これは混乱するな。これは後ほどまた情報がもっと入った後にゆっくり見ないとダメだな、これ。誰も ここら辺の近しいやつでジョンはおらんもんね。ジョン・デイビーズはここにいないから、やはり後半種のジョン・ネーブルズ、こいつだな。ジョン・ネーブルズ、やっぱりボブッポか。この中で広範囲というのは、このボブッポしか該当してないからな。こいつがジョン・ネーブルズ。これで間違いないか。今のところの状況だと、そう判断せざるを得ないね。で、前に僕、こいつを、おそらく料理人ではないかと、あの戦場裁判の時にパーフェクトヒューマン家畜の近くに立ってたもんね。あ、違う、それはいきなり奇跡だ。どこで見たんだっけ。よし、そういう時はブックマークあれ、これってどっかで見てるよね。から見たっけ、どこだっけ。52ページ、52ページはこのページってことだよね。だからアクションしちゃったよ。もうブックマークしたからな。お前の顔覚えたからな。どうせ上でしょ。よし、あ、唯一僕の見た中で生き残っていたであろうインドの人たち、最後の一人、さて、あ、見えない見えない。お前の推理どないなっとんじゃいってまた言われちゃうよ。よし、お前の死因どないなっとんじゃい。すごい溢れんばかりのドッタンバッタン大騒ぎな音がありましたけれども、これはあれ、なんだ
これが呪われた獲物ってやつか。パーフェクトヒューマン、家畜版、こいつはそれに潰されてしまったということか。なんだ、判断がつかない海生生物のようでもあるが、これヒレか。で、あ、長男、おそらくズンギ、すっごいグニャンってなっちゃってるね。今のなんだ。ウィリアム・ワッシムか。ワッシ、あ、そっか。苦い思い出がさっと蘇ってきた。番号を脳みその中で誤変換してしまったあのワシムだな。ワシム、お前はワシムだっつって全然違うっていう。これはどう判断すればよいのだ。まあ、圧死だな。圧殺でしょ。怪物、荷物、大砲、ほげた、落石。でもこの時間軸の流れ的に怪物だよね。これは恐ろしいかどうかはまだわからないが、この次のページで怪物云々の下りを話しているってことは、この怪物に潰されたと写真的には判断した方が良さそうだよね。まあ戻れるわな。まだまだアクションは起こしがいがありそうだな。この状態でした。あれ、この状態だと下はいけんか。巧妙に隠されておる。ああ、画家さんが、やっべ、スケッチタイムだっていう感じで走ってんな。ここら辺でいる。ああ、ダンカン・マッケイ。他は、まあ、ここら辺でさっと見れるのは、開いたーあれ、こいつ戦勝助手で、ああ、はいはいはい。ここで、この人たちが戦勝であるということが、はっきりわかりますね。気持ちいいぜ。すぐわかると。こういうふうにね、推測じゃなくて、パシッと分かってくれると、なんだろう。ああ、頭の中のね、この、歯車がカチッと合う感じがして、いいですね。このゲームの醍醐味って感じですね。ああ、ここから先は進めません。こんなところか。これはまだまだ、考えなければいけないことが多いぞ。というわけで、お時間もいいところになってまいりましたので、この事件、どのように推移していくのか、そして、この前のね、時系列的の後の記憶ですが、ここで、ジョン、もろもろ、誰がどうでどうだったっていうのか、わかる時が来るんでしょうか。それでは皆さん、次の動画もまたお会いしましょう。